い、カタサンバ始まりました。今回のカタサンバはですね、京都府の南丹市やってきております。昨日の夜ですね、この南丹市まで1時間ぐらいかけて移動しようかと思ったらですね、大雨で大阪からもうちょっと通行止めになっちゃって、こっちに来れなくてですね、朝一移動してきて、結構今日は晴れてるんです。いい天気ですね。行きましょうか。はい、これ里の市のね、あたりです。お土産屋さんなんですけど、この美山という地域はですね、南丹市の中にあるんですけど、この鹿肉とかがいるんですけど、鹿が多いのかな、ちゃんと鹿肉っていうのも積んであるもん、ここに。でさっきこれ鹿肉だと思ったらね、よう見たら豚バラだった。全然珍しくなかった。はい、ここはですね、ツーリングにぴったしの山道、こういうなんか看板があるんですね。これハンドルね、なんか持った瞬間変わるらしいんですよ。これとかこれ、あっせえ、ここはね、かやぶきの里ですね。かやぶき屋根っていうのが、神社とかのね、本堂とかに結構使われてるんですけど、藁みたいなやつをバッて引き集めて作るやつなんですけど、結構虫が湧くので、メンテナンスがすごく大変らしいんですけど、それがブワッとこの一帯の家は全部使われてる。すごいね、なかなか見ない。ここはですね、日吉ダムというところです。なんかね、ダムの内部をこう初めて見込んで見学できるようになっているところで、あんな風に多分あれ狂ってる。でこの辺が日吉マラソンっていうのがやってて、結構人が集まるらしいです。はい、ということで南丹市に散歩させていただきました。なんかね、竜の目の飴の若子の竜の形した竜の顔が見えて、結構ワンスポットとしてもね、なんかないかなと思って。はい、ということで